藤原兼道は、平安時代中期の苦行。藤原北家、右大臣、藤原諸助の次男。官位は、十一位、関白大将大臣、増将一くらい。天行六年十五位下に助舎士、天行九年、村上天皇の即位後に自重に任ぜられる。天略二年左平佐、天略九年左近の少々と武官を歴任した、後、天徳四年十四位下。 中宮の県大武県東宮助に助任され、同母妹の中宮の藤原康子と所生の東宮、範平新郎に仕える。同年、村上町の有力者であった父の右大臣、藤原諸助を失うが、それでも康子が村上天皇からの寵愛を深く受け、有力な公子候補である、範平新郎、ため平新郎、森平新郎を設けていたことから、これ今さ、 金道、喧嘩の兄弟は政治上極めて有利な立場にあった。ところが王は四年に突如、康子が急死してしまう。その際、最後まで彼女に付き添ったのは父の死後に彼女を支えた二人の兄であるこれ正と金道であった。なお、康子の弟であった喧嘩はその場に立ち会えなかった。後方四年正月に倉人党ン内頭に任ぜられるが、 同年5月に村上天皇が崩御したため、冷静天皇の即位とともに、倉尾と頭を弟の喧嘩と交代する。なお、この年金道は7年ぶりに少女されて14位以上に助せられるが、喧嘩は1年の間に3度の少女を受けて一挙に13位に上っており、一回面で先を越されてしまう。さらに、安内2年に金道は13位、3位に助任され、 苦行に列すが、喧嘩は賛義を経ずに、正三位、中納言と昇進面で水をあけられた。これについては、子息の正光が、源の孔明の娘、中姫君をめとっていたため、安奈の変の際に、兄弟の中で、唯一孔明派とみなされて礼遇されたとする説がある。金道は、世間体を苦にして、出生を怠るようになると、そのために、霊聖天皇に次いで即位していた。 円融天皇からも、疎遠に思われるようになってしまっていた。この間に、長兄、これまさは、安奈三年摂政右大臣、天禄二年大将大臣に上る。翌天禄三年うるう二月に金道はようやく、県中納言に進むが、喧嘩は、県大納言県右この絵大将と大臣の座を、目前としていた。 この頃の金道と喧嘩の関与の逆転が二人の不和の原因となった。灯される同年8月頃よりこれまさは病に不死。10月には既得に陥って21日に辞意を示す状況を行った。それを知った金道と喧嘩は早くも次の日には、遠遊天皇の午前で公認をめぐって、公論を始めるありさまであった。23日にこれまさの殺傷辞任だけは認められる。 しかし、天皇の本心は、これまさの公認として、右大臣、藤原頼忠を内乱に任じて、申請を行う意向であり、実際に、頼忠に内乱就任の意向を尋ねたという。ここで、金道はこの状況に上然と散大する。しかし、鬼の間にいた天皇は、平素からうんじていた金道の姿を見ると、別の間へ移ろうとした。 そこで、相乗したきことがありますと根性し、天皇を座にとどまらせた金道は章を立てまつった。その主席は、天皇が幼い頃に亡くなった母皇、安子のものであった。先に、弟の喧嘩に石棺を奪われることを恐れていた。金道は、存命中だった妹の安子から、将来、石棺たることあれば、必ず兄弟の順序に従って部任することとの書き付けを受け、 この書を懐に入れて肌身離さず持っていたという。それを見た天皇は亡き母の異名に従うこととしたという。この王家紙に記載された逸話に関連して以下の考察が行われている。まず、10月27日に金道に対して内乱が許されると、11月1日のこれまさの皇居を経て、27日には金道は県中納言から一挙に内大臣に引き上げられた。 これら一連の経過を受けて、藤原成時は大納言を経ずに、金道が内大臣に就任したこと、この人事を行った、遠友天皇、さらにはこれを止めなかった、藤原頼忠を強く非難している。なお、村上天皇、藤原康子の死去後に、諸生の御子たちの貢献を、藤原金道が務めていた形跡があり、また金道が森平親皇を養育していた。 藤原孝子と親しかったこと、遠友天皇の元服後に直ちに娘を受代させた、苦行は金道だけであったことから、当初は皇位継承構想から外れていた、森平、亀平両親王の貢献も金道が務めていたとする、見方もある。明けて天六四年二月に長女の藤原五を受代させ、七月には中宮のとする。当時、中継ぎとみなされていた、 園友天皇への娘の時代を多くの貴族がためらった中で金道だけが天皇の元服の地ほどなく娘を受代させたこと。園友天皇の同母妹であった戦士内親王を金道が自邸の堀川殿に引き取って秋子女を死母娘が養育したとされるところは注目される。天縁2年にはよりただに代わって富士市長者となり、正に、位、関白大上大臣に上任され、 天縁三年十一位に上った。上元元年代理で火事が発生すると、天皇は金道の邸宅である堀川台に移り、時の人はこれを今代理と呼んだ。弟の喧嘩との船仲は顕著で、金道の関白就任後には喧嘩の昇進を全く止めたばかりか、伊母帝のため、光を筆頭大納言として喧嘩の上位につけるほどであった。さらに、 金道の娘の中宮の藤原五に対抗して、喧嘩の方でも、冷静上皇の女御であった長女長子についで、次女の戦士をも、遠友天皇に受代させようとしており、金道はこれを激しく非難して妨害した。すると遠友天皇は、戦士を受代させないのは、長子が産んだ子に、好意継承されるのを、喧嘩が望んでいるのではないかと疑って、喧嘩を遠ざけ、帰って、 金道を徴用するようになっていった。長子が冷静天皇の御子の伊佐田信王を生むと、金道は、ますます不機嫌になり、遠融天皇に残言するありさまであった。また、喧嘩の東三条台は会員を間に挟んで、堀川台に近接していたが、東三条台に客が来ると金道はこれをののしり、人々は、恐れて、夜に忍んで、 東三条台を訪ねるようになった。一方で、金道は、右大臣、藤原頼忠との関係は良好であり、すべての政務を二人で相談して取り行っていると評されるほどであった。加えて、かつて、富士市長者を譲られたこともあって、頼忠を自分の後継にと考えていた。ところが、左大臣、源と明は、大乗官の筆頭として、金道とごする。 政治力を有していた。ここで金道は頼忠を、大上官の最高責任者である一条に任じて、金明の政治的権限を剥奪した上で、金明を新号に復帰させ、開いた左大臣に、頼忠を任じた。上限2年10月に重い病に伏した金道は、家人より、東三条台から車がやってくると報を受けた。てっきり喧嘩が見舞いに来るのかと察した金道は、 周囲を片付けさせて、来訪を待っていたところ、喧嘩の車は門前を通過して代理へ行ってしまった。金道がもう臨終だと思った、喧嘩は、早速天皇に公認を創生するつもりだったのである。これを知った金道は激怒して起き上がり、四人に支えられながら、病を押して散来した。ちょうど、天皇に創生していた最中に、金道が現れたため、驚愕した。 喧嘩はよそへ逃げてしまった。金道は最後の字幕を行うと宣言し、左大臣よりただをもって自分の公認の関白とした。その上で喧嘩の右この絵大将の職を時事部教へ降格してしまった。天皇もその気迫に逆らうことができなかった。金道は居並ぶ苦行たちを帰り見て、右この絵大将を欲するものはないかと問う。苦行たちは言葉も出なかったが、 中納言、藤原成時が進み出て求め、右この大将に任じられた。それからほどない同年11月8日皇居去年53、小一位を送られるとともに、中義校と送りなされ、尊御国に風船られた。キラキラと輝くような美しい要望をしていた。臨時客の日に真っ盛りに咲いていた勾配を一死、倒って冠に刺し、 少し形だけ前の手つきをした姿の立派さが、大鏡で称賛されている。寝酒の魚に占めたばかりの生,地の生肉を食べることを好んだが、毎日その時間にちょうど合うように生地を準備するのが難しいため、余韻のうちから生きた生地を用意していたという。中期のないものは、苦行部人による。ありがとうございます。